実はちょっとホラー作品は得意ではない方だったんですけど、この作品は台本読んだ時も、まあ、初号を見た時もそうですけど、すごく楽しめました。この作品はその FPS っていう手法を用いてるんですけど、見てるお客さんも一人称視点で撮ってるので、自分がまるで行ったかのような、撮影手法を用いていて、体感型アクションホラーだなって私も思っていて、だから見るっていうよりも自分も考えながら、お客さんもどんどん体感していくっていうのが、この如月劇の楽しみ方なんだなっていうのを、まあ、最初台本読んだ時点でもそのちょっと想像できたので、それがすごく面白かったですね。テーマパークに行くみたいな感じでしたよね。都市伝説とかもちょっと怖いことが多いじゃないですか。だからちょっと見ると信じちゃって、怒っちゃうような気がするので、なるべく触れないように生きてはきたんですけど 頭の片隅に残ってしまうのがちょっと嫌で 台本読む前に2チャンネルの本当の、それを見てから台本読みました。ホラー作品のヒロインではあるんですけど、まあ泣きながら叫んで逃げるっていうヒロインっていうよりは、逆に戦っていったりとかするその新たなヒロイン像だったので、すごく演じていて楽しかったですし、私の役は攻略本を持ちながらゲームに挑んでるみたいな感覚で、その如月劇っていう異世界に対して進んでいくような役柄だったので、ある意味爽快感がある役柄というか、行動力もあるし、しっかりした女の子だなって思いながら演じてました。撮影のロケ地に行く前に東京でみんなで集まって、監督から説明を聞いてリハーサルをする会があって、その時に監督が、スタッフさんだけで、俳優部いないスタッフさんだけでやったその仮の映像を見させてくださって、こういうふうに長回しで撮っていきますっていうのを、すごくその分かりやすく説明してくださったので、よりイメージがしやすくて、本番では万全の状態で本番に挑みました。普通の映画とは基本的には同じなんですけど、この作品はそのFPS 手法のところももちろん長回しですし、私たちのところも長回しのシーンが多かったので、そのカメラがこう動いたら俳優がこう出てくるとか、そのカメラマンさんと俳優たちがみんなで協力しないと成り立たない撮影技法を使ってたんですね。なので、もちろんリハーサルの期間があったのもその理由なんですけど、みんなで舞台みたいに稽古して練習して本番に挑むっていう形で撮影してたので、楽しかったんですけど大変でした。それあれですね、失敗しちゃうと。もう一回最初からやり直しなんです この作品の中盤ら辺でちょっと笑えるシーンが重なる場所、ちょっとコメディっぽくなるところがあるんですけど、そこのパートも、もちろんおすすめなんですけど、そこのパートの中で私が驚くシーンがあるんですけど、その驚くシーンの私の顔がちょっと面白くって、初めて驚く人の顔、自分の顔なんですけど、で笑っちゃって、驚く顔で人を笑わせることもできるんだっていうのは 思いましたね。ちょっと変顔っぽくて、でもちゃんと驚いてて、すごい絶妙な顔してて、それが私の中でツボで面白かったっていう。監督も撮影現場で緊張と笑いは紙一重だって言っていて、本当にその通りだなと思いました。この作品は私のようにホラー映画が苦手な方も、楽しめる要素がたくさんある作品になっていますし、もちろん如月劇を知っていた方も、この作品ならではの如月劇に行く方法だったりとか、あとは FPS という撮影方法で如月劇を実際に体感できるような映像になっているので、ホラーが好きな方も苦手な方も、テーマパークに来るような気持ちで映画館に来ていただけたらいいなと思っています。よろしくお願いします。